はい、こんにちは。ランニング中の漁師浜湯です。今日はですね、もう沖行く時間が迫っているので駆け足で、お送りしたいと思います。で、今真名月漁に行ってるんですが、渡りガニがねかかってくるんですよ。だからそれを取れたのを沖でカンジャンケジャンのタレに漬け込みたいと思います。で、なんで沖で取れたてを漬け込むのっていう話なんですけど、カニってね痩せるのがすごい早いんですよ。それだったら取れたてをすぐ漬けた方が絶対うまいに決まってるじゃないかということで、それじゃあまずタレ作りをやっていきましょう。レッツゴー。それじゃあ用意するものがこちら。醤油、みりん、酒、ネギ、昆布、唐辛子、ニンニク、生姜、これなんだっけ、あ、これ玉ねぎで、キウイ、リンゴ、パイナップルで、今回はフルーツ多めにちょっとフルーティーな感じを意識していきたいと思います。それとですね、こちらの高橋ガニの動画で使った寸胴を、持ってきました。これ使っていきます。ガスを置いてセットで、まずこの特選丸大豆醤油を全部、これで1リットルで、さらに500だから1500ミリリットルの醤油で、みりんを750で、次酒を600、これ全部です。で、水も同量600入れます。で、ここに昆布も全部入れちゃおう。で、唐辛子、砂糖、ちょっと少なかったですね。唐辛子が少なかったので代わりに一味入れます。で、こちらネギ切って、で、放り込んでおきます。よいしょ。で、次生姜をすって入れます。今回はね、もう基本的に何でもすり込んで入れちゃおうっていう感じでやっていってみましょう。で、すれない分はそのままポイッと。で、次はリンゴ、絶対ね、すった方がそれは浸透するでしょう、甘みだって。よし。で、まあ綺麗にすれなかったところは、切って入れてあげます。で、これ豆乳で、次はパイナップル、よし、切って、全部使うもどうだと思うんで半分使おう。よいしょ。で、切っていきます。よいしょ。で、これはすりおろさずに、カットしていきます。あ、美味しそう。ちょっと味見。うん、美味しいかも。これ入れたら絶対美味しいよ、甘いもん。で、これも豆乳で、次はキウイですね。なんでね、このキウイにしたかっていうと、 CM の応募があってね、踊ったことあるんですよ。せーの、キウイ食ってアゲリシャスアゲリシャスみたいなね、ちょっともう踊れなくなっちゃったけど、そういう踊りをやってね、キャリーパンピャンさんと同じね、中に出てるんですよ。また見てください。で、キウイやっていきます。キウイはこう周りを切って、で、皮を剥いていきます。じゃあ、とりあえずこれを3つやっていきましょう。で、この3つも同じように切ります。で、これも入れます。で、最後にニンニク、これは細かく刻んでいきます。よし。はい、ある程度細かく刻めたら、これも鍋の中へ。これで準備 OK と思ったら、砂糖忘れていた。砂糖はまあ様子見ながら、量を調節します。で、火をつけて、これでしばらく煮込んでおきます。で、その間に薬味を切っておきます。玉ねぎを半分に切って、よし。で、細かく切っておきます。で、切れてないあるあるね、これはほぐせばいいんですよ。で、切れたネギはボウルへ入れておきます。玉ねぎもまあ粗みじんぐらいにしておこうかしら。で、これもボウル
で冷蔵庫に確かねネギがあったんで、ニラだけどいいか。ニラも、細かく切ります。でこれもボウル、はい、薬味の完成です。今味見したらちょっと辛いんで、砂糖とみりんと酒と水、これを足していきたいと思います。もしかしたらね、生姜をちょっとすり入れすぎたかもしれない、調子乗って。まあちょっとやってみます。で水、酒、みりんを、200ずつで、さらに追いパイナップル、それと砂糖、これでちょっと煮込んで様子見です。はい、あれから30分ぐらい経ちました。ですね、なんかいろいろ追い足しましたんで、もうちょっとレシピもわけわからなくなっちゃったんで、まあとりあえず美味しくできたんで、OK とします。で中のこういったね、あの具を取り除いていきます。はい、じゃあ中身がだいたい取り出せました。じゃあここに薬味を入れておきます。でごまも入れちゃいます。これで混ぜて、はい、タレの完成。はい、じゃあこれで蓋をして冷めたら OK 持っていきます。でね、今回のレシピ、なんかね、前の毛ガニの時美味しくできたんですけど、なんかね、皆さんの、あの、とっておきのカンジャンケジャンのレシピやったら教えてもらえたら助かります。今度それメモしてちょっと作ってみます。それじゃあ OK 行きましょう。レッツゴー。はい、それでは用意したカンジャンケジャンのタレを軽トラから出します。蓋を開けて中身を確認。ゴマが飛び散っとるやないかいということで、それを船に積み込んでいきます。船に積み込みましたら、氷の中に入れておいて冷ましておきましょう。で出港するわけなんですが、見てください、この雨雲、レーダーの上部に映ってるのは全部雨雲です。で大雨が降っております。もう最悪ですね。で波も結構高くて、こんな時に限ってっていう感じなんですけど、ちょうどね梅雨の時期だったもんですから、でカッパを着て、沖じゃないわ、網をやっていきます。じゃあ風の中外に出て、機械類をガチャガチャ触ってですね、ガチャガチャっと、で網をやっていきます。まあ、このように受けをつけて、どんどん受けをやっていくというのをひたすら繰り返していきます。はい、じゃあね、あんまり天候が良くないんで、もう全部はやらず、まあでもほとんどはやりました。あんな感じでね、風とあれが強いです。はい、じゃあ闇が、はい、じゃあ網がやり終わりました。いやー、ものすごいっていうか、まあものすごくもないんだけど、そこそこの風と、あと、それじゃあ1時間ほど経ちましたんで、だいぶ暗くなってもきたし、網を繰りたいと思います。すごい風です。もう風の日はね、ほんとやる気がねなくなっちゃうんですね。あと雨、風はまだいいんだけど、雨が本当に嫌です。で最初に来たのはお化けクラゲですね。この時期になるともう当たり前のようにいっぱい来ます。100匹以上は来たんじゃないかな。でそれを潰して、こうやってちょっとでも取ります。まあこの後は一切取ってないんですけど、で風の日にこのお化けクラゲがね飛んでくるんですよ、顔と首に。でそれが痛い痛いとね嘆いております。マナガツオはやってきました。はい、この超高級魚を締めて、これもサーラ同様に流水打ち抜きをします。僕が欲しいのは渡りガニなんですけどね、まあマナガツオも当然商売になるわけですから、いっぱい来るといいんですけど、で2匹目もマナガツオ、一向にね渡りガニが来る様子はありません。この年はちょっと渡りガニが少ないです。でなんとですね、夏にサーラがやってきました。サーラがやってくることはね珍しいというか、ほとんどないです。でそれも流水中抜きで、このあと僕のもとに、おかにさんが来ることはありませんでした。さようなら。はい、それでは2回目の沖にやっていきましょう。どうか取れますように、どうか取れますように、そういった表情が見受けられます。それでは現場に到着しましたので、網をやっていきます。スタコラさっさとね、丼ぶりをやって、受けをつけて網をやっていきます。2回目なんでね、ここら辺の説明は簡単にいきましょう。それで、30分ぐらいかけて網がやり終わりました。最後に丼を入れて網やりは終了です。日も落ちてきました。はい、じゃあちょっと早いですが繰りたいと思います。いるかな。いるといいですね。この前日はね、カニが 5,6 匹いたんで、まあおそらく問題はないと思います。それじゃあね、カメラを起動して、自分チェックですね。しっかり GoPro が加えられているかなと。
で、なんで GoPro を加えてるかというとね、あのヘッドとか口に加えるやつもあるんですが、あれだと映像が撮れてない可能性もあるし、すぐね平面に置けなかったりするので、ああいう感じにやっております。さあ夕日も綺麗ですが、なかなかカニも見えてきません。皆さんやりました、お目当てのですねカニが来ました。ほら見えるかな、カニとねマナガツオも来ております。やった。いやー、カニとマナガツオが来てよかったです。なんとねメンタのめちゃくちゃ大きいやつがやってきました。もしこのまま来なかったらね、前日に取れたカニを網につけて網を戻して取れたかのように見せようかなっていうね、そういったねちょっとした小細工を考えようかなと思ったんですが、そこはねさすが正直浜湯ということで、しっかりね取れた渡りガニをタレにつけていきます。もう生きたまますぐに漬け込みます。こうすることでねカニがもう痩せる心配もないし、めちゃくちゃ美味しくできると思います。でこれがオンタのカニです。でカメラが汚れてたので、しっかりね頭で拭いてこれもつけていきます。であのオンタのカニ、これ色が黒いと思うんですが、時間脱皮して時間が経つほど黒くなります。これが石持ちです。でこれがあの黄色のデコですね、卵を持ったデコ、これは逃がします、放流します。なんで放流するかっていうと、もう卵が出てる状態はすぐにね産んだりするんで逃がします。あの資源管理のためもあるし、市場でも売れないし。でなんだこれ、片詰めか、片詰めは市場的価値がちょっと下がるんですが、それも売ります。でこれがお化けクラゲです。ひっくり返してみるとこんな感じ、非常にでかいですね、気持ち悪いですね。でこれがワニゴチかイネゴチです。でマダイ、そしてホウボウです。でこれがハモ、そしてこれが逆さじゃなくてサワラですね。で赤エイです。逆さとかもう考えてましたね、編集するときに逆さって言ってサワラって言おうかなみたいな。で2匹だけ入れた、オンとメン入れたんですけど、まあ少ないなということで前日に取れたメンタのカニもつけておきます。それとオンタの入れた片詰めのやつですね、これもつけておきましょう。これで蓋をして持って帰ります。で底ゴミのこういったビニール袋とかはまとめてまたゴミに出します。はい、それじゃあ網がくり終わりました。無事にね折ってよかったです、本当に。でマナガツオもこれぐらい、まあぼちぼちということで、でカニもこれぐらいです。まあこれはね帰ってまたしっかり漬け込んで、で2日漬け込みたいと思います。じゃあ2日後へ。はい、じゃああれから2日経ちました。どうなっているのでしょうか。ちなみにねこちらに入れておきました。オープン。あで今日はね久しぶりに松岡さんが来てくれるということで、松岡さんが来る前に準備をしていきたいと思います。じゃあまず出していきます。蓋を開けます。はい、こんな感じでしっかりと使っております。まあ、カニから汁が出たのがなんか以前よりしっかりと使ってますね。でちょっとタレを味見、これ絶対うまいです。ピリ辛で甘い、甘辛い、美味しい。でじゃあここに出していきます。まずお酢で、これ取れたての片詰めで来たやつですね。でこれが一番最初に取れた特大明太子、明太子じゃないメンタで、これが2匹目に取れたオンタで、で前日に取れておいたメンタが2つです。よし、じゃあまずこの超特大のメンタからやっていきましょう。まず全部のね足を取っていきます。で親指の方はね見栄えのために置いておきましょう。で爪も取る、なるべくこの関節で折るようにね、こうやってね、こう大体ね内側とかに折ったら関節で取れます。なるべく身を抜かんようにしてあげてください。この泳ぐ足だけになったらふんどしをまず外します。よし、でここ親指突っ込んで開けます。うわーすごいですね、中までしっかりと染み込んで、でおまけに何だろう、すごいわ。で頭の中にこのね卵とかを入れておきます。落ちるともったいないですからね。で先にこのカニのエラを外していきます。これは食べれません。でこれも取ります。よいしょ。そしたらまだここに味噌がいっぱい残ってるんで、下に向けて、終わっていきましょう。これでね落ちてもいいように。
まあ落ちなかったんで別に気にしなくていいということになりました。でとりあえずこれで頭と足と、身体に分けることができました。これをね全部やっていきます。で次お酢はどうなのっていうことなんですけど、お酢も同じようにまず全部の足を取ります。当然ねハサミで切ってもいいです。で爪も取って、よいしょ。で同じようにふんどしを開けてカニを開けます。はい、こんな感じ。わっ、ごっつい味噌、これすごい味噌の量です。まあ、なるべくこのすごい味噌をねこぼさないようにここに入れて、で同じようにエラを外します。汁をねこの中に入れて、はい、これで同じようにできました。はい、それじゃあ、2つに分かれました。こっちが前日に取ったやつで、こっちが当日に取ったやつをつけたやつ。でもねちょっと味見したんだけど大して変わらないんで、これ一緒にいきます。じゃあ次に卵と味噌をもうねこの中に入れていきたいと思います。で中に結構汁が入ってるんで、その汁を抜くためです。でメスのカニはこの内側にもね卵入ってるんで、指でこうほじくったら出てきます。ほら、これが横の卵です。でここら辺の口周りのカニも取って、これで綺麗にほら取れました。横もありません。でもうメスもオスも一緒くたにしちゃいましょう。横のやつはあの皮がついてるんで、この皮だけね取ってあげます。結構ねこの口周りついてるんで、ここら辺しっかりね、よし。はい、これで極上の卵と味噌が取れました。でこちらの一番大きい明太の殻を洗います。で水気も取って、そしたらこの中に、味噌とあれを入れます。卵ね、うわすごい。はい、これで5匹分の味噌と卵です。これはもうねお皿に乗せてこれで完成としましょう。完成というかまあちょっとこぼれちゃってもいいや、よし。で次こちらの体の方なんですが、これはですねまな板で、でこれを用意して、で今これ見てもらったら分かると思うんですけど、足に沿ってこう筋が生えてて、でこの太い足のここの実が一番大きいんですよ。だからねあのここであのカットしてあげます。よいしょ、ここでカットしてこれをめくると殻のないね大きな実が、一番大きな実が取れます。でこっちの体の方は、ここにこう実が入っとんで、このままじゃほじくりにくいんです。でこれを縦に割っていきます。こうすることでほら身が露出、お互い露出するんで、食べやすくなります。こっちからガジガジ噛んでね、こんな感じです。これをじゃあね全部分やっていきます。で今回は2日やったんですけどね、ちょっと薄いかな、3日でも良かったと思います。今まで分解してつけてたもんですから、分解してつけたら2日でいいんですけど、個体によってはあんまり使ってないようなのも見受けられますね。で解体できた身はこんな感じです。でっかい指の身、身だけで、これが体の身の3つ。でじゃあお皿を準備して、まずここに薬味をセットで、足を並べていきます。もう重ねるだけです。よいしょ。で緑が欲しいんで、ここにネギを添えて、はい、足のカンジャンケジャンが完成です。で次もうね体の身を豪快に重ねるだけ。よいしょ。じゃあやっぱ同じようにね薬味をドカッと、でまたネギを添えて、はい、体の方のカンジャンケジャン完成。でまあ最後に身の方はもう身を入れて、はい、あ、松岡さんがやってきました。ちょうどいいタイミングですね。もうだいぶできてます。ほら、久しぶり。焼けた。おはようございます。何それ。アイス。アイスくれんの、ありがとう。やってきました、カンジャンケジャン。はい、なんかかわいい服装が。コンバースとコンバース決めてみたいけど、今日。え、あ、コンバース、コンバースとコンバース決めてみたいけど、ピチピチやん。普段だ、多分だ。久しぶりの松岡さんカメラマンということで、次最後に足です。で足はこの関節のこのちょっとこっちを切ります。でこれ食べれるな。うん、吸えるやつ。吸えるやつ、あのガジガジ下から食うやつ、これを全部やっていきます。で松岡さんがね、あの爪側を身だけにしてくれております。はい。でこっち、あのすぐしゃぶれるしゃぶれ棒で、これもね真ん中にネギを置いて、でこれも散らします。はい、足完成。
で松岡さんが剥いてくれた足の身がこんな感じです。やっぱ足はね美味しいです。足をここに入れます。はい、松岡さんできましたね、はい、できました。身だけで茶碗いっぱい、こっちです。頑張りました。頑張りましたね。これ見てほら、うわすごいやろ。すごい、あもうすごいこれは贅沢ですよ、うん、これ、はい、じゃあ、全てできました。これが足で、これが足で、身だけ脳みそと卵で体。はい、それじゃあテイオ始めるか。始めよう松岡さん、これちょっとノンアルで。あ、ありがとうございます。僕はこの金のやついただきます。一人申し訳ない。いや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 、はい、それじゃあいただきます。いただきます。うまそれあ、うまあ、うまっ。うん、めっちゃうまいうまい薄い思ったけど、ただ結構、うん、結構いける。これぐらいの方が逆にあの、うんうん、増えるよね、うん、量が、うん、美味しい。あ、うまっ。で松岡さん、その足をね、どっち、太もも、うん、太ももこれにつけていただいてください。これ、うん、こうべちゃっといっちゃったらいい、うん、こうのしてね、うん、うわ、いいね。いただきます。はい、あ最高。あの、とろけるね、口の中で。あ、もう全然身が残らない、うんうん、すごい。これ乗っけていいの？乗っけちゃってください。いや、自分だけすごい。いやらしい。一緒にこれ食べようと思って。本当？本当本当。自分だけいいと、いいことやっちゃおうと思ってんじゃないの？どうですか？あー、剥いちゃった。うわ、相性抜群ですね。めっちゃうまい、松岡さん。やろう？うん。じゃあちょっと先にこれだけ。卵とほら。卵と味噌、全部いきます。めっちゃとろける。甘くて美味しいね。うん、これだけでもうこれぐらいいっちゃうよ。うん、いただきます。あ、いやもう口の中にもないんやけど甘みだけがすっごいすごい、ね、すごい。でもこれだけですっごいね、うちやね。確かにすごい贅沢。すごい。で、足もね、これちゃんともったいないんでしっかり食べましょうね。うん、これ根元から、うん、あ、うん、これ美味しいな。うん、うん、今日は踏み込んでる。これ最高やん。うまっ。松岡さん、はい、米が炊けてるんですよ。ああ、丼ぶりいっちゃいましょう。いいっすね。いきましょう。入れていきます。そんなに入れちゃう。入れちゃう贅沢やね。ちょっと箸開けときます。まあ理由はまだ松岡さんにも言ってないんだけど、はいはいはい。で、こっち入れて、さっき赤鬼をいただいたんよ。あら、赤鬼すごいね。この赤鬼を箸に入れちゃいます。いや、もう適当に、うん、うん、もう山盛り取れないんだよねあ、端の方がいい。わあ、贅沢。これこうもね、何丼かわからんね、これ。で、ここに、はい、まだあるんですよ。まだある。ここ間開けます。はい、穴をね。で、みんな大好き卵黄です。なるほど。あ、いいね。で、松岡さん、ここにネギも入れます、はい、あー、いいね。緑のアクセントもいいね。うん、これ大丈夫ですか？卵と卵って、これ大丈夫ですか？いや、これもう通風ですよ。通風ですよね。決定です。決定です。通角丼完成です。やばい、これめっちゃうまそう。やばい。どうぞ。あ、ありがとうございます。で、ちょっと混ぜ混ぜさせてもらって、はい、どこ行っちゃったらいいですか？やば、米を、米やっと出てきましたいただきます。うん、全部がとろける口の中に何も残ってない僕もいただきます。ウニと身を混ざったとこ、はい、ほら、いただきます。うん、やばいな、これ。うん、で、卵で、ウニもめっちゃ合うな、これ。最高。詰め物とかも食感が違うくて美味しい。うん、美味しいよね。うん、うん、やばいな、これ。うん、赤はもう本気で食事モードや、これ。すみません。いやいや、ご飯粒飛んでんのって飛んでんのって
美味しいね。ビールとめっちゃ合う。ごちそうさまです。すごい、早い。で、残ったのは松岡さんちと、僕ん家に持って帰ってゆっくり食べたいと思います。それじゃあ松岡さん、はい、おかにさん、はい、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。はい、皆様いかがだったでしょうか。松岡さん、もうちょい向こう、もうちょい向こう。すいません。めっちゃ美味しかったです。美味しかったです。過去一かな。あの、萩も美味しかったよね。萩の通風度も美味しかったけ ど、これもまたね、うん、美味しかったね。コスパ的には通風度の方がいいのかな。でも、めっちゃ美味しかったんで本当にや、はい、ぜひやってみてください。やっぱ取れたてから身も痩せてなかったし抜群でした。はい、松岡さん、久しぶりの登場ありがとうございました。いえいえ、こちらこそありがとうございます。はい、それじゃあご視聴ありがとうございました。じゃあ、バイチャバイチャ。